こんにちは、フィーフィーです。中国の野望、一つの中国を目指し周辺国への侵略をエスカレートさせる中国に世界は決して屈してはいけません。国際社会において中国の孤立化が高まっています。中国国内の人権問題、香港への国家安全維持法の導入、そしてコロナをめぐる中国の対応など、アメリカとだけではなくヨーロッパの各国、またオーストラリアとの関係が悪化しています。そして領土問題ではインドやベトナム、台湾とも対立していて、最近では中国による挑発行為が激化、アジアでも中国に対する警戒感が高まっています。アメリカのポンペオ国務長官は、中国の勢力は自由資本主義への脅威と主張、世界が協力して中国に対する包囲網を作らなければと各国に呼びかけています。これに対しヨーロッパの国々がアメリカを支持する姿勢を見せています。今日は中国に対する各国の動きを紹介します。まずは中国に対し強い批判を繰り返しているオーストラリアについて見ていきましょう。中国とオーストラリアの間では貿易や中国の技術をめぐる安全保障上の懸念のほかに、コロナの起源をめぐる調査要求をめぐっていざこざが起きているんです。オーストラリアは以前からコロナの起源発生について中国を追及してきましたが、中国がこれに応じなかったためにオーストラリアが独立調査を国際社会に求めています。これに賛同する国々を増やし、中国への責任逃れを許さない構えを見せているんです。中国はその対抗措置としてオーストラリアからの農産物やワインなどの輸入を制限し、さらにはオーストラリアにとって大きな産業でもある留学ビジネスにダメージを与えるために、オーストラリアへの留学を自粛するよう中国国民に呼びかけました。中国に歯向かえば経済で大きな代償を支払わせるとオーストラリアに警告しているわけです。また中国とオーストラリアは最近こんなニュースもありました。中国で少なくとも先月の8月14日から2週間ほど、中国の国営テレビのキャスターを務める中国生まれのオーストラリア人の女性のキャスターが中国政府によって拘束をされているそうなんです。この女性キャスターは中国国営の英語放送のビジネスニュースの番組を担当していたのですが、中国政府は拘束の理由など詳細は明らかにしていません。ただこのキャスターは習近平主席やコロナに対する中国政府の対応について自身のFacebookで批判的な投稿をしていたので、これが影響しているのではと言われています。ただ先ほど言ったように、中国とオーストラリアは今関係が非常に悪いですから、実は8月23日にも中国系のオーストラリア人の作家が中国国内でスパイ行為の疑いで逮捕されていたり、オーストラリア政府は中国によるこのような嫌がらせ行為に警戒して、今年に入りオーストラリア国民に対し中国への渡航では拘束される恐れもあると注意を呼びかけています。中国のオーストラリアに対するこのような脅迫や貿易に対する圧力はまさに嫌がらせ外交でしょう。両国の関係がますます悪い方向へ進むとしか思えません。そんな中で香港の二の舞にはならないと動いているのが台湾。台湾は来年度の国防予算を史上最大規模に拡大、アメリカと数十億ドル規模の武器の購入を進めています。台湾は米中対立の中で台湾をアメリカ側に取り込みたいとするアメリカと協力して中国に立ち向かう軍事力を強化する動きに出ています。この動きに対して中国はアメリカに台湾と関わるなと強く反発しています。アメリカは中国と半導体、ヘルスケア、エネルギーなど最先端産業を含め様々な分野で今後経済協力を話し合うとしているんですね。アメリカが国交のない台湾と
ここまで話し合いの場を作ることは異例なこと。アメリカはこれまで台湾が中国の一部として見てきた姿勢をここに来て大きく変えたわけです。当然中国は黙っちゃいない。中国はアメリカが台湾とこのような関係になることは一つの中国の原則に違反した不法行為だと。アメリカは台湾とのすべての公式的な交流を中断せよとアメリカに要求しています。そんな中で台湾が一つの中国に対抗する一つ気になる動きがあります。台湾のこれまでのパスポートは漢字で中華民国と書かれていて、その下に英語でリパブリカン・オブ・チャイナと書かれていて、そして小さく台湾と英語で書かれていたんですね。で、これだと中国のパスポートと混同されやすかったために、来年1月から発行する台湾のパスポートは表記を変更すると発表したんです。で、新しい表記は中華民国という漢字はそのままで、で、リパブリカン・オブ・チャイナという英語表記をなしにして、また台湾という英語表記を大きく目立たせたんですね。台湾政府はコロナで中国人の入国審査を厳格化した国々で、台湾のパスポートが中国のものと間違われ、台湾人の権益と利便性に悪影響が出たことがあったためと、その変更理由を述べています。中国と台湾は違う、一つの中国ではないとの認識が世界に広がればと思っているのでしょう。一つの中国といえば、中国はチェコが台湾と経済的な交流を進めていることも気に入らない。チェコに対し高い代償を払わせると警告しています。チェコは今年の初めに台湾を訪問する予定だったチェコの前の上院議長が突然亡くなった件も中国が関わっているとして、その妻は中国大使館から亡くなる前に脅迫も受けていたと主張しているんです。ですから、この中国からの脅しとも取れるチェコへの警告には注意をする必要があるのかもしれません。台湾は、チェコと台湾は自由で民主的な国であり、人権に重きを置いている。我々はチェコの人々と価値観を共有しているとコメント。チェコ政府は、チェコはすべての国と良好な関係を求める自由な国と、中国に対して内政干渉だと反発をしています。これに対してはフランスとドイツが中国政府によるこのような発言はヨーロッパの国に対する恫喝だと非難しています。さて、香港では国家安全維持法違反の疑いで逮捕され、保釈されたばかりの周庭さんが9月1日に再び出頭命令を受けて取り調べを受けました。法律が施行されるよりも前の去年に日本経済新聞に掲載された香港民主化運動に関する意見広告が関係していると言われています。これは香港メディアだけではなく、日本のメディア、国際メディアも中国の法律によって報道の自由が奪われているということ。また今回の件は海外での発信、何人を問わず中国にマイナスの言動、しかも過去の言動を含め取り締まりの対象になると、まさに中国による見せしめと言えるでしょう。周庭さん、次の警察への出頭日は12月の2日、24歳になる誕生日の前日だそうです。起訴されれば保釈される可能性が少ないわけですが、彼女は小さな願いですが、12月3日は拘置所の外で誕生日を過ごしたいと訴えています。一つの中国、中国共産党の考えはとても恐ろしいんです。中国の内モンゴル自治区では、最近になって中国政府の突然の政策変更によって、少数民族系の学校すべてで、その地域の民族の言語の使用を禁じ、中国語で教えることが義務付けられました。これすでにその他の少数民族では強制的に行われていて、つまり少数民族の漢民族への同化政策と言われているんですね。で、9月1日、これに反対し泣き叫びながら抗議する生徒たちを数百人もの武装警察部隊が学校を包囲し、校内から出られなくする様子がネットに次々と投稿されました。
この投稿はネットに拡散されましたが、同時に当局によりどんどん削除されていきました。学校の前には保護者たちも集まり抵抗しましたが、警察に殴打され逮捕された人もいたそうです。これは国際社会が注視すべき人権侵害です。次は香港、そして台湾を同化させ、いずれそうやって中国の果てしない野望があることを世界は、そして特に日本は現実的に認識すべきでしょう。中国は侵略行為を拡大し、そして世界における覇権争いをエスカレートしています。日本は当然中国共産党の横暴な振る舞いを許してはいけません。世界は常に自由と権利のために戦い、自由主義を理想として掲げてきました。ならばやはり中国のやり方を決して受け入れたり許したりしてはいけないのです。声なき人々が命を懸けて抵抗していることを忘れてはいけません。日本はもちろん、国際社会が少しでも多くの国々が彼らのために声を上げて動いてくれることを望みます。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどのようなことをお感じになりましたか？コメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。